はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレバン限定デラックススーパーヒーロー戦記ワンダーレッドブックです。はい、去年の夏映画のスーパーヒーロー戦記に登場した特別なワンダーレッドブック、ついに到着しましたね。っていうか、様々なヒーローの思いが入ってますから、パッケージがやばいんだけど豪華さで、上側には仮面ライダーセイバースーパーヒーロー戦記に変身と書いてあって、デカブックの中でもさ、形状の評価が高いドラゴニックベースになってるんですよね。映画本編では石森先生とトーマが共同執筆して、そこからさらにカイトというかゼンカイザーかの力も入ってますから、45戦隊プラス仮面ライダー50年分の思いがブックの中に入ってるってわけね。まあ、そもそもスーパーヒーロー戦記の本が変質してこのワンダーレッドブックに変わってましたからね。これはほんと豪華なパッケージ。ヒーローは永遠なり。ではレビューしましょう。頭部こそドラゴニックベースになっておりますが、見ての通りかなりゼンカイザー寄りのヒーロー造形で、このお祭り感のある見た目すごいいい。トーマとカイトのボイス入りでしたよね。はい、開けて取り出すと真っ白、そしてゼンカイザーとセイバーが正面に5つ、金のちょっと見えるカラーとかクリアパーツいいね。中身はスーパーヒーロー戦記ワンダーレッドブック本体のみだ。なんかドラゴニックより重さ感じるけど、あ、でも気のせいか。造形としては基本同じで、シール絵柄がドラゴニックからスーパーヒーロー戦記に大きく変わっておりますし、ゼンカイザーとセイバーがいて、横の赤いラインが今回はイエローと、シルバーだったベースカラーもホワイトになってて、ページをめくるとセイバーのスーパーヒーロー戦記と各ヒーローたちがいて、スーパー戦隊45とライダー50周年。めちゃ豪華な1ページ目だな。てかもう全ページ見よう。抜刀すると連動で展開して、ものすごいヒーローの量なんだけど、セイバー、ゼンカイザー、そして、1号とやっぱり赤レンジャーはかなり目立つところにいますね。このブックほんといいんだけど。じゃあサウンド鳴らそう。まずはページ開くと、時代を超えて戦い続けるヒーローたちの物語。ヒーローは色褪せない、ヒーローは永遠なり。さらに後ろ側にスライドスイッチもありますから、ここを押すと、カイト、君の力を貸してくれ。もちろんトーマの書いた物語面白いじゃん。俺と君たちの物語だ。だが物語の結末は俺が決める。うん。おー、映画本編のクライマックスのセリフのやり取りだ。これが17音だって。バイクっぽい音が聞こえる。ああ、そっちの人、トーマって言ったっけ。そっちは五色でカイトだね。このゼンカイジャーってお話の主人公の。やっちゃんに伝えてよ。こっちで頑張って、すぐ帰るから。やつでスペシャルよろしくって。わかった。君に会える日を楽しみにしているよ。ならないよ。だって、お前らだって集まってるじゃん。ああ、俺たちを集めたことを。後悔させてやるよ。みんな行くぜ。他のライダーやスーパー戦隊は物語で、俺たちだけは現実の存在だと思っていた。でも違った。俺たちも物語の登場人物だったんだ。翔太郎、ヒーローを書いてくれ。仮面ライダーとスーパー戦隊の大元、その最初の物語を君が書くんだ。君は君の世界の動物種になるんだ。俺は小説家だ。この物語はもはや俺が書いた物語だ。意味がなかったらこんなに続くわけないじゃん。ああ、物語は実在するし、現実さえ変えてしまう。それが物語の力だ。みんな行くぞ。変身、炎の剣士、仮面ライダーセイバー、我ら仮面ライダー、ジャ
これが17音目で、本編ボイスめちゃくちゃ入ってる。では、ソードライバーと連動。超ヒーロー前とした変身音が鳴って、これで仮面ライダーセイバースーパーヒーロー戦記に変身完了。待機音も含めてめっちゃ良くない？あとやっぱドラゴニックベースだから抜刀した際のガチャンっていう展開の気持ちよさもめちゃくちゃいい。で、先ほど見た通りヒーローたちがライダーとスーパー戦隊ずらっと、ちょっと近づいてみましょうか。ずらりとみんないますね。ひっそりはぶられてるレッドとか1号ライダーはいませんよね。しいて言えばあれか、秋葉レンジャーがいないぐらいか。いや、これもクリアシールだけど、すごい綺麗だプリント。もう一回聞きたい。てか待機音さ、セイバー的な感じとバンバンでゴレンジャー要素入ってる。今日も含めて全て音声はブック側からなってて、ソード側は多色発光して終わりだね。そしてバット必殺、スーパーヒーロー必殺毒波。ここでも待機音も含めて全部オリジナル音声だ。さらに2回押し込みでキック必殺、スーパーヒーロー必殺毒波。スーパーヒーロー必殺撃。ヒーロー is forever。 すっげー。キック必殺も抜刀必殺も最後はヒーロー is forever って言うんだ。え、必殺もう一回聞こう。スーパーヒーロー必殺毒波。待機音もさ、普段と一緒かと思いきやバンバン。ヒーロー is forever。 スーパーヒーロー必殺毒波。スーパーヒーロー必殺撃。ヒーロー is forever。 へえ、これで全サウンドだ。あとはスキャン連動か。お、伝説の神獣だ。で、いつもの大気音バンバンって言いたくなる。他の聖剣だと暗闇では、ジャイアントモンスターか。これまでも鳴ったことあるね。ゲームだとデカブックのこの辺は残念ながらハマんないんですよね。まあ一応ソードライバーに変えればいけるはいけます。ただ
サウンドはあくまでこっち側、ブック側に依存しますからね。あとはリード必殺がどうなるかっていうと、トアの大神獣、っていう連動サウンドになります。ドラゴニックブースターのリードとか、うん、この辺にもちゃんと対応してますね。まあでも基本は最初の2音と変身中ゼリフがいいかな。こういうヒーロー玩具ばっかレビューしてる僕としてはもう本当にこのセリフの通りだと思うわ。文句なしのお祭りワンダーライドブック。以上、プレバン限定デラックススーパーヒーロー戦記ワンダーライドブックの紹介でした。